まあ、ベイスターズからしますと、まあ、終盤に入った場合、今その流れでいくと7回に長田が行って8回に山口が行って9回に操作というのがまあ理想形になってます。これは右中間にヒット、これで10打数5安打5割になりました。上本結果出しますね、上本選手好調を抑えている長田からヒットで出塁です。ね、ファームで試合出てたりと、はい、なるべく、ね、試合感を、続かせるように首脳陣も配慮してますよね。これで5割になりました。そのまま、そしてショートの左はヒットになりました。3、2からレフト方向にヒット。これで金子は今日3打席いずれも出塁、2安打1フォアボールです。今度は逆方向でした。もう理想的なバッティングをしましたよね。ランナーを貯めています。うまく打ってきました。ノーアウトランナー二塁一塁で1番に帰って栗山です。ちょっと試合の流れが変わっていくイニングになるかもしれません。ここでランナーを出していくと、この3点のビハインドがどうなるか。ライオンズラストボールです。左中間だ、左中間だ、破っていきそうだ。ちょうどコース、二塁ランナーもゆっくりと帰ってきます。一塁ランナー金子も速い、あっという間に三塁回ってきました。タイムリーツーベース、2点返して、これでじわじわと1点差。今度は左中間を破ってきました。いや素晴らしいですよね。もうね、まあ、その前のファールで粘っての最終的の 3-2 にしてからですからね、はい、もう完全に栗山の勝ちという感じですね。そうですね、まあ、長田投手もね、決してあそこで、一番悪いのは、ね、フォアボールなんですよね、はい、この点差を3点差ということを考えると、そういった意味でストライクゾーンで勝負したのは全く問題ないんですが、まあ、あのカウントにしてしまった時点で少々苦しくなったかなというところですよね。今日はこれでタイムリーが2本、3打点3安打で親子ごめんの栗山、ピンチランナー森本ひちょりが告げられました。試合が1点差になってわからない展開で、なおもランナー2塁です。森本です。ベイスターズファンにもヘルメットを取って軽く挨拶をしました。1人です。まあ、この悔しさはやっぱり本人が一番よく ね分かってますもんね。おっと、キャッチャーそらしています。その間にランナー3塁へ。これは熊代の気分をさらに楽にしました。バッテリー間のミスがあります。記録はどうつきますかね。今ワンバウンドもしてませんでしたか。今どうでしょう ね際どいところでしたけども挟んでいます。ワンバウンドしてないか、ね、そうですね、パスボールで取られてもしょうがない感じですね。キャッチャーとしては止めなければいけませんね。そうですね、この記録パスボールとついています。これで同点のランナーノーアウト三塁です。この回2点が入ってさらにチャンス、センターへ持っていった。三塁ランナー森本ひちょりがゆっくりと帰ってきます。同点です。熊代同点タイムリーヒット7対7もつれた展開になりました。というよりもライオンズここ最近点が取れてなかった中で、この5回6回の集中打、集中力、ファンはやっと何か一安心という、そうですね、つながりが出ましたよね。センター返しのバッティングです。テリーカンのミスが熊代の気分を、まさしくそうですよね。そうですよね、本当メンタルスポーツですから、あそこの場面でだいぶ楽になりましたよね。